よちんのビートルズ・ゴー・ゴー。はい、始まりました、よちんのビートルズ・ゴー・ゴー。2017年7月号 DJ のよちんです。どうぞよろしく。さて、巷のビートルズファンの間では、先月発売されたデジタルリマスター版の公式アルバム、サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドが話題になってますね。もうお聞きになりましたか？それぞれの音の分離が良くなっただけでなく、音の位置もオリジナル版とは違って、例えばメインボーカルが右からセンターに移動されたりしている。まさにデジタル時代の申し子、故ジョージ・マーティンのご子息でプロデューサーのジャイルズ・マーチンらしいアプローチだと思いますね。ということで、今回のよちんのビートルズは GO!GO! では、このビートルズ8枚目の公式アルバム、サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドの収録曲から2曲ご紹介したいと思います。ご紹介する音源はライブ演奏を収録したもので、演奏は日本のビートルズトリビュート界の始祖、リッキーこと広田龍神さんのバンド、リッキー&ザ・ミッシェル。収録は僕のお店ザ・ケーブ神戸で先月行われたライブで行っております。最後までお楽しみに。さあ、それでは参りましょう。 We love the Beatles。 それではここで強力なスペシャルスポンサー、ビートルズマガジンをご紹介。ビートルズマガジン、ビートルズ関連ニュースは毎日24時間、音源やビデオ、レアな写真や彼らの最新情報など数多く更新しています。さあ、あなたも彼らのページにアクセスしてみてください。ビートルズマガジンはビートルズファンのための最高の情報発信ニュースです。アンドザ・ミッシェルの演奏で Being for the Benefit of Mr. Kite をお聴きいただきました。はい、ここでザ・ケーブ神戸からお知らせです。おかげさまをもちまして、ザ・ケーブ神戸7月1日で2年目に突入いたしました。
これもひとえに皆様のご支援あってこそ、心より御礼申し上げます。これからもより良い空間づくり、素晴らしいエンターテインメントの発信に努力してまいりますので、どうぞ引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。2年目のザ・ケーブ神戸も素晴らしいイベント、ライブをお届けしますよ。もちろんビートルズ以外にも、僕が厳選しおすすめする日本各地で活躍しているアーティストのライブを数々計画してまいります。詳しくはザ・ケーブ神戸のホームページ、Facebook などでご確認をお願いいたします。皆様のお越しを心からお待ちしております。このサージェントペッパーズロンリーハーツクラブバンドというアルバム、全世界で驚異的なセールスを記録したとのこと。何かと話題の多いアルバムで、例えば世界初のコンセプトアルバムとして架空のブラスバンドサージェントペッパーズロンリーハーツクラブバンドのショーに仕立てたということであったり、アルバムジャケットも非常にアート色の強いもので、有名人や著名人の写真イラストの他に、ビートルズが来日した時にジョン・レノンが日本で買ったソニー製の9インチテレビや福助人形も載せられています。マネキンもありましたね。さて、そんなアルバムの中から2曲目にお聴きいただきます曲は、アルバムの13曲目、つまりアルバムの最終曲。美しいバラード調の弾き語りから始まり、間奏からは総勢40名のオーケストラメンバーによる凄まじいオーケストレーションの展開を見せる最もサイケデリックな曲と言われています。このアイディアを提案したのはポールで、最も低い音から最も高い音へ、最も弱い音から最も強い音で奏でるという趣旨で注文を出し成し得たもの。この曲の歌詞の中に麻薬を連想させる部分があるため、残念ながら BBC で放送禁止となったというエピソードもあります。さあ、それではお聴きいただきましょう。リッキー&ザ・ミッシェルの演奏で A Day in the Life です。 Here we go。About the lucky man who made the race.
リッキー&ザ・ミッシェルの演奏で A Day in the Life お聴きいただきました。今回はリッキー&ザ・ミッシェルのライブ音源2曲お聴きいただきましたが、いかがだったでしょうか。各メンバーのキャリアが光る演奏、音の粒がね違うんですよ。さすがはプロという演奏、お楽しみいただけたことと思います。またザ・ケーブ神戸にも帰ってきてくれますので、次回はぜひお聞き逃しなく。ということで、そろそろお時間エンディングです。世界中で国境を越え、世代やジャンルを超えて愛され続けるザ・ビートルズ、彼らの楽曲は彼らを愛する人たちの共通の言語と言っても過言ではないでしょう。彼らにインスパイアされ、楽器を持ち、彼らの歌を歌う者同士なら、とてもシンプルに心を一つにできる。いやー、ビートルズって本当に素晴らしいですね。よっちのビートルズはゴーゴー、今回はここまで。また次回をお楽しみに。エンディング曲ラスクラテの演奏する竹内まりやさんのマージービートで歌わせてをバックに、 See you next time! バイバーイ。